お疲れ様です、吉田さんアウェイっていう言葉ありますよねまあタイトルでアウェイっていう風に付けられていたんですけども最初ねアムウェイっていう風にね読んじゃいましたこういう風な感じですアムウェイで成功ででできる確率が少ないといととうことなんですよねでもアムウェイといえばネットワークビジネスで最も知られた悪名高きその手法ですけどもでもアムウェイが悪だったというよりも売り上げを焦った人がちょっとねお手つきをしたんじゃないかなっていうところが重なってるんでしょうねきっとね で、ここで言いたいのが、あの、寝返る方法です。ネットワークビジネスは悪い。ネットワークビジネスは被害者を生む。っていうふうな論調で私も言いましたけども、逆にですよ、ネットワークビジネスのネックっていうのは、特定負担なんですよね。つまり、毎月1万とか2万を買い続けなくてはいけないってやつです。年間でだから、累計で10万とか20万を買い続けることですよね。これが負担になるようだったら、まあ、そもそも商売できないよねってことですよ。だって、普通の商売って、 月間で自分が20万もらおうと思ったら少なくとも売上的に20万以上絶対必要なわけじゃないですかで20万が売れない人がねネットワークビジネスの商品1万円とか2万円が毎月毎月売れていけないそれが在庫になるっていうのはもうこれ商売してないわけですよもしくはその商品が悪いですよね商品が自分に合ってない自分の売りたい商品になってないし自分のマーケット自分の知り合いとかつながってる人がそれを欲しがってない、まあ、そういうことだと思うんですよ まあ例えばね、あの、アンチエイジングの商品がアムウェイから出されてますけども、自分がつながってる人がね、保育園の園児さんだけだったって言ったら、これはもう売れないでしょ。だから、自分が売りたい商品と自分が売るべき先の人、これがマッチしていれば、ネットワークビジネスの中で何かを選ぶってことはできるでしょうけども、まずネットワークビジネスを選んでね、アムウェイを選んで、で、供給された商品の中から売りたい人を探すから苦労するんですよ。ね、だって、 全てがそうですけども、ニーズがあるからサプライがマッチングするわけじゃないですか。欲しいよーって人と、あげるよーって人の間に立つのが人間でしょだからね、どんなにね、売るのが上手な人でも、冬の寒いさなかにかき氷売りますよーって言ってからね、街頭で立ってて難しいですよ、これは。だからそれをしてるのがネットワークビジネスだと思うんですよ。下手な人ね、ネットワークビジネス。で、ネットワークビジネスの上手な人って、確かにね、ネットワークビジネスを複数やる例はあるんですよ。 で今の時期ならこっちのネットワークビジネスが売れるよねってやってこっちを休んでこっちはあえて特定負担するわけですよでも平均的に見たら利益が取れてる状態になるんでこっちを在庫にしてもこっちの利益で在庫の金額は払えてるから生き残って結果プラスってことができるんですよねで今度はこっちに時期が来たら今度はこっちの反対側でこれがお休みの時期になるんでこっちが在庫がたまるけどもこっちの方は利益が出てるから結局つっぺんにしてみたらプラスになるよとで在庫がそこそこたまってきたらそれをね格安セールで売るとか ネットワークビジネスの商品を引き取ってくれるところにもう投げ売りするとかっていうふうにで在庫を枯らしていくとこのバランスができていればネットワークビジネスなんてもう何て言うのかなヘリもないわけですよでこういうふうなネットワークビジネス攻略の戦略をまず持っているかどうかによって ネットワークビジネスに参加してもいいかどうかってことが決まるんですよね。もちろんネットワークビジネス参加しながら、痛い目見ながら覚えていく方法もありますけども、今はね、今は私がお話したように、成功法則がいくつもあるわけなんで、まずそれを手に入れて、自分がそれを扱えるようになったら、ネットワークビジネス、アムウェイとかにサインすればいいんじゃないかなと思います。だから私ももともとネットワークビジネスはすごくネガティブだったんですけど、今寝返りましたね。ネットワークビジネスも単なるビジネスの一形態ですから、そのビジネスの攻略法を携えて参加すれば怖くないということです。 だからアムウェイは別に悪くないんじゃないかなところになりますねいってらっしゃい